レッツゴーキューピーをご覧の皆さん、こんにちは。キューピーこと杉正です。今回もよろしくお願いします。エネルギーたっぷりですね。はい、大変ですよもうね。さあ今回なんですけども、こちらです。はい、カーボンシャフトでいうと4大メーカーとよく言いますね、グラファイトデザインさんと藤倉さん、そして、三菱ケミカルさんと UST 間宮さん、最新機種出揃いまして、まあね、毎年出るわけなんですけれども、その4モデルですね、まあ、いわゆるね4モデル、こちらをですね、私が今から打ってですね、このシャフトキューピーが打つとこうなりますよというね、企画をやってみたいと思います。もう西田もね、長くやらせてもらってるんですけれども、その私が、今回の最新シャフトを打つとどういう反応が出るか、これ弾道なんかもね、皆さんね見ながらお話ししていければと思っております。それでは取材に向かってレッツゴーゴー、今回一番最初に、取材するのはグラファイトデザインですね、ツアー AD の VF シリーズでございます。かっこいいですね、うん、皆さんね、このカラーリング見ると懐かしいっていう人は、そうですね、ゴルフ歴が20年以上でしょうかね。長いですね、はい、ツアー AD の一番初期に I65 っていうシャフトがあったんですが、まさにこのカラーリングだったんですね。黒に赤ね、まあ、グラファイトデザインの、ツアー AD といえばもうこれというような色合いなんですけれども、シャフト自体はどんな感じなんでしょうか。私ね、打つ前必ずこうやってやると、ここ持ってこうやってやーってやると、どこがしなってるかよく分かります。これは中元ぐらいですね。あ、はい、あ、いいシャフトですね。あ、ほらちょっと気持ち右それるでしょ。おね、はい、ちょっと出玉よりも気持ち右側の方に、はい、あ、ごめんなさい、出玉がまっすぐ出てややフェードボール気味、まあ、いわゆる叩いても左に来ないっていうシャフトの傾向ですね。めっちゃ飛んでますね。そう、ただね、一つ言えるのが、僕、まあ、こういう手元がしなるシャフト苦手なんですけど、そこまで、手元手元してるシャフトじゃなくて、イメージで言うと普通普通硬い硬いみたいな、そんな感じなんで、コントロール性は非常にいいと思います。ね、イメージで言うと I65 というよりは最近じゃなくて DI、松山選手が長く使ってますけど、オレンジ色の DI、 あれにちょっと趣が似てる感じですかね。あれよりももうちょっとこうしなりってる時間が少し短くて、パチンと、弾き出す素材感の良さ、そんなものを感じます。やや、低弾道を、スピンレスに飛んでいって気持ち右に滑る、ただもういわゆるベンタスみたいにバーッと右行くような感じじゃなくてですね、程よい捕まり感は多少残っているといったモデルです。さあ続きましては、スピーダー NX ブラックでございます。お、こちらはね、なんかね、ブラックっていうといわゆるベンタスのカテゴリーでいうと元なんですよね。だけどこのシャフトはね、また手元はしっかりしてる、中間から先ぐらいが動くシャフトの傾向ですね。先端まで最後までベロベロに柔らかくなってる感じではなくて、少しほんのり最後しっかり感残しているところがあって、まああれでしょうね、いわゆる先系なんだけど大型ヘッドにも対応っていうようなところを狙ってるんじゃないかなと思います。はい、いいですね、このオレンジ色の弾道、これですね。こちらがスピーダー NX の弾道になります。まあ、気持ちちょっと捕まる感じですかね。ただ、前作になるのかな、アッタスでのキングっていう捕まるシャフトがありました。あれも先端が動くシャフトでしたが、結構ビューンとこう大きく捕まる、球筋が出るシャフトでした。このスピーダー NX ブラックに関して言うと、そこまでじゃないという感じですかね。先の傾向のちょっとこう捕まる傾向だったり、少しボールが気持ち上がる傾向だったりするところは、出てくるんですが、まあ、これね、球上がってないですけど、フック方向ね、フック方向に動いたから少しボール捕まってなくて、あれなんですが、フック方向に動いてる割にはボールがねしっかり上がってるわけなんですけれども、まあね、ボールスピードがやっぱこういう先が動くシャフトは出ます。そういった恩恵をですね、しっかり受けた状態で、球の捕まりをやや、出しているというところが絶妙なんじゃないかなという印象ですね。シャフトっていうのは手元側が太くて先端細いです。
行くに従って当然先が柔らかくなっていくわけなんですが、それをなんか地で行くような、シャフトの動きです。まあ、癖がないスピーダー NX という、ね、ものを冠したモデルとしては秀逸な先調子、そんなシャフトなんじゃないかなと思います。はい、続きましては天聖ですね。天聖ブルー 1K でございます。天聖といえばオレンジが非常にこう有名ですけれども、こちらのシャフトはですね、そこまで、オレンジのように手元が動くシャフトではないようで、非常にこう癖がない、そのね、評価が非常に高いモデルです。イメージで言うと、まあそうですね、手元やっぱしっかりしてますね。ブルーというとですね、三菱さんのカテゴリーで言うとディアマナ、青マナなんてなりましたけどね、は非常にやっぱ癖がない、中間がしなるシャフトの傾向、誰でも使えるというシャフトの傾向でしたけれども、天聖も同じような感じなんじゃないかなという感じがします。打ってみましょう。ああ、ほう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 、いや俺やっぱまだ次第いけるかも。入った、あ、ピン当たった、見た今、おピン当たりましたね。え、俺でもやっぱまだ次第いけるかもな。はい、というのはまあ中しなりですね、非常にこう何て言うんでしょうか、癖がなく誰でも使える、言い方悪いんですけど純正シャフトでよくある感じの動き方です。ただ決定的に違うのはさすが三菱さん、素材がいい、その分弾き感がすごくプラスされてますね。僕はねこういうシャフトが特に好きなんで、もうなおさらボールスピードがやっぱ出ちゃう傾向ですね。手元がしっかりしてる感じなんですけれども、まあ、今ピンに当たったのが見えたかと思いますが、のようにですね、本当にストレートボール、です、弾道で言うとね。ただこのシャフト非常にやっぱりいいのは、やっぱりね完成モーメントの高い、重心が深いモデルですね。そういったモデルでもお尻が落ちづらくできている傾向なので、まあ、誰でもいいパフォーマンスが出る中でですね、特にそういう完成モーメントの大きさを体感したい、そういう方には非常にいいんじゃないかなと思います。この弾き感の強さはさすが三菱ケミカルさんという感じですね。さあ、ということで最後になります、4モデル目です。リンク、リンクはこれねブルーなんですよね。リンクなんだっけ、なんとかブルー、 EX ブルーだっけ、なんかね、青なんです。色って何種類あるんですか。なんかアメリカではいろいろ出てるらしいですよ。まあ、あえてここでは言いませんけど、もしその、可能性を知りたい方はぜひポッドキャスト、UST マミヤの平石さんの回をぜひ見てくださいということで、リンク打ってみたいと思います。これね、指定練習日、あ、しっかりしてるな、指定練習日一緒に回った菅原大地くんが使ってました。やっぱりいいシャフトですねって言ってましたね。やっぱりしなやかさと、まあ、彼ぐらいヘッドスピードが速くても、まあ、左来ないような動きがうまく合わさっているシャフトの傾向です。ちょっと見ましょう。はい、ね、ほぼストレート目に打ち出された形ですね。僕はね本当申し訳ないですけど、手元が柔らかいシャフトがちょっとやっぱりこうボールスピード出しづらくなる傾向があって、このリンクもそれに当てはまるんですが、リンクはですねそれが非常にこううまく解消されてるんですね。どういうことかというと、スピーダー NX ブラックの時にお話したように、手元硬くて、だんだんこう細くなっていくって話しましたね。太くて硬く細くなっていくと、そうすると先端柔らかくなっていくんだってなるんですが、このリンクはですね、その合成を逆にした形です。先端を硬くして手元に行くにしたがって徐々にこう柔らかくしているようなシャフトなんですね。だから逆に言うとなだらかになっている傾向なので、どっかが硬いとかっていうのを感じさせないシャフトなんですよね。でかつボールに対して押しつぶしていく度合いはちょっと強くなります。上から押さえる方が強くなりますね。そうするとボールスピードが稼ぎやすくなるというモデルで、まあやっぱ非常にうまく作ってる、まあアメリカテイストのやっぱ残ってる、そういったシャフトに感じますね。まあ球筋で言うと、ストレートからややフェード気味になるシャフトでして、あんまりまあ、ヘッドスピードが ある方にやっぱ非常に向いてますけど、もしねアベレージの方だったら、シャフトのグラムをやや落とした方が、良い傾向で出るシャフトなんじゃないかなと思います。さあ、ということでね、4モデル打ったんですけれども、弾道に与える影響を一回おさらいしていこうと思いますが、どちらかというと今回のモデルで一番ちょっと低めに出そうかなって思うのは VF になります。
で VF で次が、リンクですね。その次が天聖ブルー、最後がフジクラのブラックということになるんじゃないかなと思います。徐々にこう上がっていく形になるわけなんですけれども、まあ合成、手元合成の問題かと思いますね。でただね、今回のあのモデルみんなやっぱよくできてて、ボールスピードが非常に稼げそうなモデルが非常にやっぱ多くなりました。以前は手元側のね柔らかさっていうのをね出そうとするとなかなかボールスピード稼げない、スピン量落ちるんだけどちょっとっていうのが多かったんですが、そういうのを皆さん研究してですね、うまく示し出しているという感じがしました。ちょっとグラファイトさんだけ 69.9 なんだけど、あれはね、すみません、私との相性の問題だと思ってください。どうしてもね、手元柔らかいシャフトになると難しいんですけどね。うん、まあ、逆に言うと逆の結果が出る方もプレイヤーとしているんでね、超指摘、私の手段になりますが、ただ、そうですね、この中で僕が使ってみたいなって思うシャフトだったら、天聖ブルー 1K。マジですか。うん、これ使ってみたい。もちろんね、手元側がしっかりしてるって相性が一番大きいんですけど、あれにね、ちょっと大きいヘッド、ピンの LST とか、ああいうのを、まあ、ピンのね、あの重心浅いですね、とかを合わせて、完成モーメント高いやつで、ボカーン、ボカーンって優しくちょっと打ってみたいなって気はしましたけどね。いろいろ、だからちょっとあれかな、レジオフォーミュラも B プラスとか試してみようかな、俺な。でもたまに B プラスいい時もありますよね。そう、たまにね。たまにね。長く M プラスを使いすぎたっていうのもありますね。そういうのあるけど。ちなみに今回の4つのシャフト、はい、使ってみた中で、はい、まあそのどういったプレイヤーに、まあ例えばそのまあちょっと、レベル的に言うとどんな感じになります？あのですね、アスリートはもう今回は完全に VF、 それとリンクでしょうね。この2つはやっぱもう完全にアスリート向きに振ってるなっていう感じがありますね。それはやっぱりあのしならせればしならせるほど強くボールを押し出すっていうようなボールスピード感があるわけなんですが、高さを出すようにあんま出してないんですよ。高さはちょっとご自身出せるような方が向いてるんで、ヘッドスピードよりと早めの方が向いてるかなと思います。で一番アベレージ向きはやっぱスピーダー NX ブラックでしょうね。これはやっぱり一番球を捕まえてくれる要素がちょっとありますし、ボールをね捕まえてくれる要素もあります。ただベタベタにアスリートのモデルでもうバーンと左来ちゃうとかっていうモデルではないので安心していただきたいんですが、ヘッドの加速感とかってものは今回の中で一番あるんじゃないかなと。で一番その XY 軸のど真ん中に来るようなズドンっていう、モデルが、天聖ブルー、こちらですね。これはなんかね、どうなんだろうな、うまくその訴求できると非常にこう何でしょうか、ロングセラーになりやすそうな、昔で言うと PT っていうねグラブデザインのシャフトありましたけど、あれなんかの傾向にやっぱ似てるので、そういったモデルになり得るシャフトなんじゃないかなと思います。僕が使うとしたらどっちがいいですか？ダースはね、何使っても一緒なんだけどそれ失礼じゃないですか。そうだな、 NX ブラックいいんじゃない？あ、本当ですか。うん、手元しっかりしなきゃダメだから、あ、うん、ちょっとボールも捕まるしダースにはいいかな。ヘッドスピード帯がちょっと速い、なんだろう、アスリート向き、スライサー向きにはなると思いますね。じゃあ持ち帰ります。ダメだよ、一度しなくてちょっと困っちゃう、明日もフィッティング入ってんだからダメだよ、はい、なんでね、もしこういった最新シャフト打ちたかったらゴルフフィールズに来たらいいじゃないということで、今回のレッツゴーキューピー締めたいと思います。ぜひねフィッティングにも来ていただきたいですし、レッスンなんかもやってるので、ぜひこちらのスタジオで、皆さん私お待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。皆さんレッスンとフィッティングに向かってレッツゴー。